はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3プロフェッショナル続きやっていきたいと思います。今回ですね、前々からね、リクエストいただいてたこの、死神スライダークとかね、スライダークメンバーですね、スライダークヒーロー入れようと思ったんですけど、偏りすぎまして、例えばスライダーガールだったらね、こう素早さがめちゃくちゃ高いんですよね。で、このスライダーキッズもね、素早さが高いんですね。そしてスライダークがね、攻撃力高くてね、スライダーヒーローを入れようと思ったんですけどね、それをどうしようかなと思いまして、攻撃と素早さ高いんだったらルギウス混ぜようかなとかね、1枠4体でも良かったんですけど、1枠4体続きだったので、たまにはね、合体スライダークとかね、やってみようかなと思いまして、なのでね、またこれも分けようかなとか思ったんですけど、ここに1枠混ぜてやろうかなとか、またやってみたいと思いますので、とりあえずね、これでいってみたいと思います。はい、とりあえずはね、始まりの守護者ついてるかわかんないんですけど、ラウンド0で、ね、動き1ターン目終わらして2ターン目から、始まりの守護者消えた時のね、究極行動範囲で攻撃してもいいんですけど、わかんないんでね、ついてなかったらいいので、ブラックチャックか。メーカーやるか。リザウラでやっていくかもしれないんでね。ブラックジャックからして、まずなんかゼロの衝撃使ってこなさそうなんでね、これがね、強調フレスとかだったらちょっと危ないですよね。はい、猛者リザオかな。あ、使ってこないか、カブト割り。始まりがついてないんでね、こっちね、勝ちですよね。それだったらね、ついてたらついてたで、ここでね、絶対倒せないので、次のターンね、どうにかするしかいけないので、おお、強いな。はい、結局行動早いがあるおかげで、もう無道とゾーマか。祝福の舞やってもね、冥界の切りがあるので、とりあえずはじゃあこのまま行こうか。このまま行っていいんだったら、行っていいんだったらどうしようかな。このままでいいか。とりあえず落ちてもいいか。素早さがとりあえず異常にあるのでね、スライダークに順番来ないかも、これだったら。あ、いけますね。あ、とりあえずは1戦目は、なんとか考えなくて済みましたね。じゃあもう1戦行ってみましょう。はい、となってくると、はい、3枠1枠、合体上手ベーラーになる可能性ありますよね、このパーティーはね。4枠はちょっとね、間開けたんでね、1枠4体とか来られるとね、1体しかね、相手は1体1体ね、そんなね、4枠ほどではないんですけど、一体一体についてるね、特性とかがね、結構きつかったりするので、これは間違いなくじゃあ、ゼロ章使ってこないだろうな。明快かな。あ、大丈夫でしたね。お、しかも始まりがついてないからね。いけるか、これ、ピオラ。ベーラーに来たか。合体上手だったら逆のガルバゴルバ。あ、どうなんだろう。お、眠らされる。呪いのルーレット。そういう感じか。とりあえずなんとかしのぎましたね。これ落ちなかったら逆に、おーっと待った。これだったら入れ替えよう。入れ替えてどうしようかな。あっちの方が早いよな。あっちの方が早いので、あっちの方が早いんであれば、リバース、スキップとかリバースがないのか。スキップとかリバースないんだったら、コメカイの切りがあるので、どうしようかな。相手の HP あのぐらいか。ばらけてた方がいいな、じゃあ。というのが多分落とされると思うんですよね、4枠にしても。連続で来ると思うので、スライダーかなんか落ちると思うんですよね。落ちてね、荷物タイプでしょ。で、固めて、ルギウスで攻撃して、裏側で攻撃すればいけると思うんですけど。4枠にしてたら落ちてましたもんね。で、ダメージがね、200限界なので、そこですよね。ミラクルボディすらね、ダメージしてしまうという。さあ、どうだ。
ならば、これで固まってるんであれば、このままいっちゃおうか。とりあえず大丈夫か。あとはルギーズがね、どう進めてくれるかですよね。ああ、見返しついてる。ピオリブ。ピオリブやってもダメージ変わんないんだよな。ああ。見かわしに救われましたね。応援するっちょ。ならばこっち落ちるな。疾風突きとかないかな。早く動ける攻撃。ああ、こういう時ついてないのか。ない。ないんだったら、しょうがない。疾風突きかなんかあればいけんですけどね。あんだけだったら、星組3番これ落ちましたね。はい、根に持つタイプ。しょうがない。はい、じゃあガールで、眠ってるので、まあそれだったらライド、プレイヤーのチョリンでね、いっちゃいましょう。はい、テンションからの攻撃。ポン。はい、行きました。やっぱ4枠はちょっと怖いっすね、こっちもね。モロバ感抜群です。はい、ならば1枠でやってみよう。1枠とスライダークのね、パーティーですね。なので、500時間プレイヤーみたいですね。500時間、プレイ時間500って書いてましたね。それだったら、この身代わりでしょ？身代わりオスパキャンドか。ね、一回、テンション、アルダララが、0勝。あ、合体しますね。冥界、身代わり、テンション。ゼロショーやってこないと思うけどね、霧は。霧が打てるけど、ね、あちらは打てないっていうね、対策ですからね。リザオラルやってくると思うんだけど、ってことは、冥界の霧がすごい相手にとっては邪魔だと思うんですよね。でも HP が高いので、ご利用してくるのかどうなのかなので、全体攻撃してくるんであれば、グラブゾンジャックがね、伸び代わりを崩してくると思うんですよね。マヘアデドス。相手がどういう感じなのか。これで一撃がここに来るけど、おぉ、始まりの守護者ついててこの威力ですからね。ステルスアタック、やっぱ全員に来るよね。ってことはこれ以外が落ちる。ね。で、ニューモンサイプで固まって、で、こちらは何もできないので、できないのであればここでアタッカーですね。あっち動けないので、普通の投手も何もないですよね。そうなってくると入れ替えで、あっちも入れ替えてくるかな？アタッカーで行くしかないですよね。変えてくるな。変えてこないか。変えてこないんだったらライドで乗っかって、もう攻めるのみ。冥界の霧が1個あるうちに。あ、エルギオスで来るか？あ！あ！解除したらボタン押しちゃった。こっちの入力もね、解除されちゃうんでね。失敗した今。あ、ばらけたら、あっちは。あ、根に持つタイプついてんのか。ならば1枠エルギオスなので、そんな HP 高くないと思うんですよね。食らって68なので、68？ メタル系エルギオスか。で、200、そうだね。これで固まって、あ、じゃあちょうどよかったんだ。で、固められて、スライダークが動けるので、ね。あ、やっぱもうじゃ、あ、よかった。じゃ、この次、心気なく合体できるってことだよね。おぉ、ミステリー通り。じゃ、ここをちょっと失敗しないようにライドしましょう。どっちみちルギウスが動けないので、
ニセリロールか。やはり1拍4体の、ね、先っぽは多かったですね。で、ここで、メーカーにキリアとこうかな。怖いんで。4枠ミステリー、どうなんだろう。ステルスアタック。ああ回心完全ガード。こっちの方が早いの分かったんで、星の木さん、おお、情報すごい上げるね。上げるんだったらこっちも上げよう。マテリアルバーン。メラガイア、どうだ。ほーら、来た。凄まじいな。で、冥界がついてんのか。でも固まってるもんね。固まってるけど解除してトーポになるのか、じゃあ。トーポになるんであれば、冥界の切りはちょっと邪魔だな。うん、まあ、しょうがないけど、これだったら。解除してくるよね、おそらくね。解除して合体するとしたら、まあ、そのままだとそのままですけど、合体してくるんであればこっちコマンド打てるので、で身代わりからの、そうだね。合体してくるんであれば、グラブゾーンジャックを落として固められるので、合体してこないんであればこのままなので、先にグラブゾーンジャック落ちるかな？さっ、こっちでアルダララやられてしまったらこっちの負けなんですよね。最後の楽園発動しないんでね。どうなんだろうこの場合は。応援。悪口。まあ、そこまではいい。押すわけ。これで終わりか？星の奇跡。あ、なんだったら逆にいいかも。さあどうだ。ゴッドハンド、勇気の旋風。さあどうだ。アイアンゲーザー。これでどっち消える？トーポ消えないか。トーポ何気に強いんですよね。アイアンゲーザー。まだ固まっててほしいな。合体するかな？ドルマドン。あ、いけた。いけたんだったら、いけてさらにまだ固まってる。ならば命令で。命令でアイアンゲーザー。アイアンゲーザーでそのまま打っちゃおうか。逆に変な切り使わない方がいいね、ここはね。はい、連携得意パーティー。OK、いけました。あ、やっぱり1枠4体強いですね。はい、魔剣士、ピサロも出てきましたね。さあ、エスタークメンバーも作らないといけませんね。その前に作っときましょう、じゃあね。じゃあ、ステルスアタック来るかな。ここは身代わり。身代わり、いつも通りか0勝。ゼロ勝、ステルス、冥界。ゼロ勝やられたら、やり返す。3体か。身柄、いや、一応ステルスアタックだね、ここもね。ステルスアタック、冥界はいる。冥界、身代わり、ゼロ勝。デーモンスペアあたりがなんか使ってきそうだけど、キリね、どうなんだろう。デミ。おお、なるほど。これで固めて。そっからの身代わりだからね。身代わりより先に打てるんですよ、ステミはね。そうか、ステミが打てあんのか。冥界の切りでしょ。バイメリット。光の刃物。ってことは、あそこが固まって捨て身があまり役立たないと。ならば、イオグランデ。イオグランデ、アイアンゲーザー。ここだね。アイアンゲーザーからの、よいしょ。おすそ分け。いけつカード。真ん中固まってるのがちょっと美味しいね。ステミやってくるのかな？あ、身代わりやってくるのか。じゃあ、ここ根に持つタイプついてるね。ついてたとて別に大丈夫ですけどね。さあ、これから、これで全体来るよね。うん、大きい。
2枠なんでね、999で止まるので、そこが大きいですよね。ということはあっちがもう動けないので、アイアンゲーザーでね、まず一番右を潰してしまわないといけない。で、ピサロが早いので、イオブランで、いいね。身代わりに全部いきますね。これディアノゲースが、あ、ディアノゲースじゃないや。ああ会心完全ガードか。インテ。インテおすわけからのアイアンゲーザーで行くでしょう。アルダララが固められるのか。あ、ついてない。亡者か。そうか、亡者。亡者が消えたってことは、ここで身代わりか。ここで初めて身代わりの、あっち行かなしていくかな。ザオリク。ザオリク、身代わり。回復しといた方がいいかな。まあ、一応、あっちの方が早いと思いますけど。キラーマジンガーがね、ずっと呪い状態だったんで、あんまり役立たないと思うんですよね。あ、落ちた落ちた。落ちて、またね、根に持つタイプなんで、ここはね。切り打ってないので、ここからの身代わりのザオリクなんですよね。でも、あっち捨て身やってくるかな。あ、大丈夫ですね。身代わりの、ピサロの攻撃全部ここ受けるので、そこからのザオリク。もし落ちたとしても固まるので、素晴らしいギャンブルボディ。プラス硬いですからね。切り打ってこない。生き返らせてこないってことは、生き返らせるスキルを持ってないということですよね。1枠なんで、そうですよね。ザオリクからの呪文使うのでね。なので、ここも、ザオリクからの、まあ、ここは、捨て身やってくるかな。物理予測って手もあるよな。物理予測やってみよう。予測が当たるか外れるかちょっとわかんないですけど、ステルスアタック。予測分け物理予測。なので、だよね。で、ピサロが落ちる。ね、ピサロ落ちて固めて、で、物理予測で跳ね返って、食らうでしょ？食らって、ネニモスタイプで固めて、2体固まって、固まってますよね。固まって、後の最後の楽園。よし、OK。ハマった。で、最後の楽園使ったらね、確かザオリク効かないんですよね、これね。なので、ここで沈めてしまうか、沈めてしまわなくちゃいけないので、となってくると、相手はこのままなので、違うメンバー出してきますよね、裏ね。裏出してきたとすれば、出してくるね、絶対ね、これね。出してくるかもしれないけど、とりあえずコマンドを打っておきます。ね。出してこない。出してこ、こっちは捨ててるね。だって裏出してね、落ちたとしたらね、もうその時点で終わるので。まだ落ちた状態だからね、合体できない。けど、ちょっとまずいぞ、これは。けど、これだったら呪文系で行くしかないよな。だったら入れ替えで、せっかくなんでスライダーク入れよう。ライドとかしてると、合体はできないですよね。ここが、ステルス、カラーフォンデュとかなんかちょっと得体知れないので、あっちコマンド打てなくて、もうこれ身代わりね。身代わりからの、どうしよう。白い霧あればよかったんだけど、2回打っとこうか、一応ね。わかんないんで。おてんば姫。身代わり。からの、さあどうなる？ステルスアタック。カラホンで何気に HP 高いんだよな。あ、通る。通るんだったら、いいです、このまま。で、攻撃してね、またね、跳ね返ってきたとって、ピサロが落ちたら、あれ持ってるんでね。根に持つタイプ。ステルスアタック。これこっち固まるかな、もしかしたら。お、AI1、2回行動なので、1回で終わっちゃいましたね。冥界の霧。これとりあえずリザオは効かないと。からのドルマド。逃げ落ちるかな、ね、呪文系なんでね。で、これでグラブゾンジャックに行くでしょ。アイアンゲーザー系じゃないんだ。
即死効果？冥界あるから効かないのか、即死が。連続かける6、即死系、イッタブルか。即死系で冥界ウッドで正解ですね、これね。はい、また来た。落ちるかな ?200、あ、でも大丈夫か ?200 もあるからね。ダメージが本当に一桁なので、たまに来る会心が怖いですよね。もう一回来るの？来ない。はい、来ないんであれば、冥界が切れてないので、ね、ここステルスアタック来るよね。完全に来るので、ここも、ステルスアタックの、身代わりの、身代わりの冥界は消えてないから、消えてないから呪文系でか、イオグランデとか、そこら辺でもいいと思うけど。イオ系って聞いたんだっけ、これ。ちょっとわかんない。いや、やってみよう。身代わり。とりあえず身代わりでね、落ちてしまうんだな。あっち合体しないね。このターンは合体できるはずなんですけどね。猛者、猛者リザを。はい、根に持つタイプ。で、片目の。ここは？イッタブル、これがあるから怖い。ね、聞くよね。止まるもしかしてこれで、ドルマドン。会心完全ガード。あ、ない。例えば、破壊神指導と、ブオーンとかつけたら、バブルのバブルとかなんのかな？そこら辺わかんないですけどね。あ、ネイモサイフついてないのか。あ、ついてんか。そうか、亡者か。あ、もう倒してたのか。あ、なんだ、カラフォンデュがついたんかと思った。違うね。そうだよね。なんかおかしいと思った。はい、ということでね、まあ、今回は、まあ、スライダーアークなんですけどね、スライダーアーク使った後で、このね、スライダーアーク、スライダーガール、スライダーヒーロー、スライダーキッズのね、1枠4体でもよかったんですけどね、まあ、結構ね、もうね、なんかね、いろいろ私も、まあ、動画とか見に行ったりしてるんですけどね、まあ、交流ある方とかね、いろんなドラッケージョーカー出してる方とかね、まあ遊びに行ったりしてるんですけどね。案外ね、使ってる方いたのでね。それだったら4枠使った方がいいかなーとかね。あとエスタークメンバーとかは、何気にちょっと自分でも使ってみたいので、自分ではどうしようかなーとかね。やはり、ないものをね、使ってみようとかね。やっぱ、生かすとしたら HP なんですよね。まあ、ちょっと難しいんですけど、またね、出来次第ね、配信したいと思います。なのでね、こんな感じでね、1枠混ぜてみたりするとね、今まで作ったメンバーをね、混ぜるとまた混ぜたなりにね、違う味が出てくるので、まあ、4枠だったら4枠同士でもよかったですけどね。4枠同士やってみて、やはり1枠混ぜた方がやっぱ強かったかなって自分で今回感じました。なのでね、これは前使ったルギウさんで、ルギウスメインのね、動画も出してますし、今回はスライダーアークとかね、まあ、スライダーガールだったんですけどね、それはスライダーアークを使ってみようとかね。あとまあ、前回とか前々回とか作ったね、こう、神獣系とか、魔王系とかね、ピサロとかね。まあ、これもその回だけだったらもったいないので、やはりね、次の回に回したりもしますしね。だから以前使った、グレイナルとかバルボロスとかもね、改良してね、後にまた使っていったりね、ダークダイヤモンもやっていたりしたいと思いますので、まあ、今後もね、そういう戦いになってくると思います。なのでね、ちょこちょこ配信していきます。では、ご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。